泊が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が転職、永田浩貴でございます。今思ったんですが、これちゃんと映ってますかね。あ、反対に映ってないですね。今一瞬今日初めてばかり、今まで何遍もしとってですね、初めて大丈夫かなみたいなですね。どうぞすいません。はい、で、実はですね、今問屋さんが、線香ろうそく屋さんが来られてですね、お盆のですね、補充に来られました。こういう感じですね。もうおかげさまで問屋さんがですね、お高いを売れますなぁと言っていただきました。まあ、こちらもあります。こちらもあります。こういう感じですね。こういう感じ。で、やっぱ問屋さんの問屋さんがおっしゃるのはですね、やっぱお高いやっぱブログとかやってるのかな。ブログとかやっぱその YouTube とかの効果合ってるのかな。Facebook とかですね、合ってるみたいですねって言って帰っていかれました。もう本当にありがたいです。もう皆様のおかげでございます。ですからもうやはりこの間もですね、あるお客様が来られてですね、どこで線香ろうそくセット買って売ってあるのか分からなかったとおっしゃられたんですね、女性の方で。で、スマホで検索して、あ、西区のあそこにお仏屋さんのところに置いてあるんだと来ていただきました。ですから、まあ今これからもですね、もう拙い内容でございますが、ブログとかですね、この Facebook、YouTube ですね、発信してまいりますので、よろしくお付き合いいただけたら幸いでございます。ちなみにですね、よかったらですね、このお仏壇関係、神棚関係もですね、これからぼちぼち出してまいります。やはり最近ひょっとしたらですね、ちょっと宗教というかですね、こういうお仏壇を拝む、神様を、神棚を拝むっていうのがですね、ちょっと若い方の間から忘れられてるんじゃないかなという感じもちょっとすごいします。ですから、こういう形でですね、若い方がよく使われるメディアですね、そういうところにお仏壇、神棚、うちで言うならほら熊本仏壇とかですね、そういうのを見ていただいて、皆様の中にこのそういうのをインプットしていただいて、で、アウトプット、やっぱインプットがないとアウトプットもできませんからですね。ですから、宗教で、宗教というわけじゃないですけど、お仏壇、神棚ですね、それに手を合わせるというのはもう日本人のアイデンティティ、大切な文化だと思っております。ですから、もうそれを、その大切な心をですね、皆様に思い出していただくと、若い方にですね、そういう形でですね、この画像を見ていただけたら本当に嬉しいございます。拙い内容ですが、これからも皆様一つよろしくお願いします。ここまでこの画像を見ていただいてありがとうございました。この内容が何かのお役に立てれば幸せでございます。皆様の開運ご勝手、ご発展を心よりお祈り申し上げます。